じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、オールスターまであともう1ヶ月弱となると、もう前半戦終了まであとわずかとなってきました、はい、ということで今回ですね、セパともにここから上がっていくために各チームキーマンとなる選手を豊さんに挙げていただきます。はい、はい、12名ということになりますね。1人もしくは各球団もしくはもう厳しいなもう1人しかダメです。ただいやでももう1人ってなればそれはもちろん許すね、もう緩いです。フレキシブルに対応していきます、ね、はいはい。じゃあまずセリーグからいくんですが、軽く順位表をおさらいしておきます。はい、現在ですね、6月21日現在、首位はカープです。でカープ、阪神、 DeNA、 巨人、そしてヤクルト、中日が並んでいます。でまずはカープ、首位を走っている 1.5 ゲーム差つけているカープから、はい、まずキーマンはこれはピッチャーと野手、うんうん、もう一色単価。いや、一人ずつでもいいです。選べなかったらここは、はい、うん、2人いるんですね、じゃあカープは。いや、小園だな。おお、小園選手。おお、じゃなくて今、打率いいですよね。いやいや、まあでもここのとこ下がってたんだよね。はい、まあ、だけど、やっぱカープが快進撃をした時って、うん、やっぱ小園の名前を聞かなかった時ってなかったよね。はい、ポイントを握ってるのはやっぱ小園だと思う、うん、で、ポイントになるとこ、ポジションを今打ってるしね。はい、まあ、4番打ったりだとか3番打ったりだとかいろいろしてるけど、やっぱ小園かなっていうふうには思うよね、うん、ポイントはね。もうちょっと良かった時の打率に戻していくような感じ。得点圏でとにかく打ったんだよ。そうか、うん、もう得点圏で10割じゃないかっていうぐらいの活躍を見せた時は、やっぱカープの快進撃だったよね。確かに、やっぱ一つの命運を握ってるって言ったら小園だなっていうふうに思う。で小園選手が打つと続く末金選手も絶対打つみたいな。まあ、そうなんだ、昇格されてな。そうなんです、そうなんです。だからまああそこの流れっていうのは非常に嫌だったけど、はい、いややっぱり広島は小園かなっていうような感じがするよね、うん、じゃあ野手は小園選手、うん、だからピッチャーは栗だな。先発栗投手ずっと苦しんできたでしょ、はい、開幕投手で勝てない、いいピッチングしても点は取ってくれない、うん、取ってくれたら崩れるという、うん、まあ、非常に流れが悪かったんだけども、ここのところ勝てるようになってきた。はい、まあ、そうなってくるとやっぱこっからクリが星を落とさない、うん、これがやっぱ大事だなっていうふうに思う。おー、うん、クリ選手がじゃあポイントなんですね。そのピッチャーはね、まあ、私は言うたら例えば栗林投手も上げるのかななんて疲労度とか思ってたんですけど、まあでもあそこら辺はやっぱやりくりはしていくだろうなって思うよ。だからまあそんなには心配してないけど、はい、いい流れで来るチームってやっぱ先発ピッチャーに勝ちがついたりだとか、うん、やっぱホールドがついたりだとか抑えセーブがついたりだとか、まあ、きっちりしてるんだよね、やっぱりね。まあ、そのためにはやっぱクリがやっぱ勝ち星を拾っていく、うん、まあ、こういう風な流れになるといいなと思う。さあ2位を走る阪神ですけれども、キーマンは、まあ、ピッチャーで言えば村上、やっぱこのピッチャーが勝たないとやっぱ無理だわ、はい、火曜日なかなかね勝ったり勝てなかったりっていう、勝たそうとしてるんだけどさ勝ちが来ないんだよ。だからこれはやっぱ苦しいと思うよ。うん、勝負どころっていうか、まだ勝負どころは後半だろうと思ってても、やっぱここで勝負しとかないとなかなかチャンスがないからって代打送って、そうなんですよ、なんとか代打では1点取れなかったのに近本が叩き出していって、はい、その試合は勝ったけども、やっぱ村上に勝敗がつくようになっていかないと、うん、やっぱ阪神は苦しいだろうなと思う。まあ、岡田監督それずっと先発陣に対して言ってますよね。本当は勝ちをつけさせたいからここで代打行かせたくないんだけど 0-0 だから行くしかないっていう、まあ、そうだな、うん、だからチーム事情が選手の交代起用もちょっと変えていってるけども、はい、まあ、村上に勝ちがつくようにならないとダメだな、うん、ということはやっぱキーマンは村上投手、はい、野手はどうですか。野手は佐藤輝だな。そうですね、よくも悪くもね、あの選手のところに回ってくるよ本当に勝負どころが回ってくる、はい、まあ、そういう運の下なんだろうね、うん、でも彼はずっと信じてやりたい、うん、必ずやると思ってるから、うん、だからポイントは握ってる選手だな、まあ、今年はファームにも行きましたし、あとはスタメンから外れるっていうこともあったりとか、なんか波に乗っていけないそんなシーズンですよね。
だからまあ彼が波に乗ってくると足取りは軽くなるな。そうですね、サトテル選手が打ったりホームランを打った試合っていうのはなんかこう勝つとか勝つそうですよね、うん、で翌日から乗っていけたりっていうのもあるので、そうそうそう、サトテル選手のこの復調、うん、勢いっていうのがキーになってくると、うん、さあ3位の DeNA です。まあピッチャーで言えば大貫だな、うん、あ大貫投手、はい、まあ、ここのとこ勝つようになってきたけど、はい、大貫がやっぱ安定的に勝てるようになったらこれは強くなるよ、うん、本当に、はい、で大貫ってやっぱり10勝できるピッチャーだし、うん、その力を兼ね備えながらなかなかこう歯車が合わなかったっていうね、まあ、ジャクソン系、はい、まあ、ここら辺は日本の野球にも慣れてきたし、うん、これからも安定してると思うんだよね、うん、外国人って一回安定するとさ、はい、安定しだすんだよ、だからまあここら辺 の、 あの心配はなくて、はい、で石田っていうのはまあ1シーズンね戦ったことないし、うん、非常にいいけども、はい、やっぱり実力者といえば大貫なんだよね、うん、だから大貫がこうしっかりしてくるとこれは強くなるだろうなと思う、ね、まあ、東はもうしっかり投げれるし、そうですね、うん、あここまで3チームピッチャーやっぱり先発陣豊さんポイントに置いてますね。さあ、ね、野手なんですけど、野手は筒香だな。筒香選手か、うん、はい、筒香が今6番打ってんだよ、はい、多分本人的には不本意なんだよ、クリーンアップっていうところですか、まあ、まあそれももちろんあるし4番ということにこだわる男だから、うん、ちょっと不本意なんだよね。でもここを自分が押しのけて4番に座れるだけの成績を上げたら多分優勝すると思う、うん、ここはだ筒香選手が4番になるだけ の、 その活躍をすればそこがポイントなんです、ね、あとはね牧野の成績っていうのは、はい、今年はねちょっと波があるんだけど安定はしてるよ、うん、で宮崎もあるオースティンもいい、うん、ね、で佐野を休ませる時も出てくるし、はい、だからそれは筒香を休ませてもいいわけ、うん、ね、それだけ選手がいるし回るわけ、はい、でもその中で筒香しか新しい人間がいないわけよ。確かに。それがクリーンアップとか4番に入ってくるような活躍ができたら相当な破壊力を持つ、まあ、本当に優勝ってことですよね。まあ、そうだね、うん、いやだから筒香かなっていうような気がする。筒香選手が4番にされだけのここから快進撃というか見せてくれば成績を、うん、そうだね、うん、そしたら三浦監督も牧をねずっとね使ってきて、うん、いきなり筒香が来たからって4番にはしないと思う、うん、これをやっぱ見てると思う、うん、争わしてると思う。でもそこで三浦監督が納得するぐらいの4番になって筒香4番、はい、牧3番、宮崎5番って5番、うん、なってくるとやっぱ強いよな。そうですねと思う、はいはい、さあ4位の巨人です。巨人はやっぱりねグリフィンかな、あ先発、うん、はい、やっぱりねもう1枚は欲しいんだよ、うん、グリフィンが勝てるようになってくると、うん、いいなと思うよね。あの今先発足りてるかっていうと枚数的に足りてないですね。そうだね、頭数はいるんだけどさ、そうなんですよ、うん、まあ、だけど戸郷はやっぱこうエースだし投げてもらわなきゃ困る、うん、まあ、菅野も元エースとすれば、はい、やっぱしっかり投げてもらわなきゃ困る、うん、山崎よりも昨年10勝した、はい、まあ、実力が伴ってる、うん、あともう一人グリフィンね、そうですね、がいれば、まあ、例えば堀田とか、はい、もう井上だとか、はい、赤星だとか、うん、まあ、こういった人間が勝ちを拾ってくることによってちょっと成績に上積みが出てくるんだよね、うんうん、その3枚だとトントンなんだよね、うん、あ、そうですね、終わりっていうのは考えられるけど、うん、上積みっていうのがない。だからグリフィンが入ることによって上積みがちょっとできて、うん、まあ、堀田とか赤星、井上が入ることによってなんとなく成績が上がってくるかなっていうような、まあ、そんな感じがするんです。そうですよね、本来はねそこにね高橋礼投手も最初はいたんですけれどもね、ちょっとそこがまた1枚抜けてしまったっていうところで、まあ、ちょっと苦しい台所事情ですよね。さあ野手です。まあ、坂本かな。ああ、良くも悪くもそうなんですね。岡本はね、うん、まだ若いし、はい、まあ、できるよ、うん、だけど岡本を支えられるのは俺は坂本しかいないと思うから、うん、こう岡本が倒れたらもう点なんないよ今、そういう状況ですね、うん、そしたらやっぱ坂本がしっかりしてやらないと
ちょっと難しいな。しかも当初 その岡本選手の前か後ろっていうところから坂本選手はさらに下がって打線を今打ってますけれども、打順でそれは豊さんどう感じてますか。いやそれはもう状態が悪いから仕方ないのかもわからないけども、うん、でもどうせ打てないんだったら全員がね、うん、もう岡本の後ろを打たしておこうがハッタリは効いてるよね。そうですね、相手ピッチャーとかしてみたら、うん、そうそうそう。いやだから自分たちの事情なのか相手が嫌がるだろうことをするのか、うん、まあこれはもう監督の腹一つだけどさ、うん、やっぱ坂本がポイント握ってるかなっていうような感じがするよね。ここから復調していく兆しっていうのは坂本さん、いや復調はできるよ、うんうん、ただやっぱ、うん、そう言うと負担が大きいのかなと思うけどね。坂本選手もう疲れてるよな、多分もうヘトヘトなんだと思います。いややっぱ疲れると思うよ、うんうん、だからやっぱりねベンチスタートだったり休ませながらっていう風になってますもんね。ただやっぱり坂本選手の力が必要ですね巨人は。いや金属疲労だよ、いやもうねずっとショートで出てきて、はい、緊張感がふっと溶けたのかもわからないな、一旦だからちょっと戻れないんだよモチベーションが、はい、でもこれは戻ってくると思うけど慣れによって、うん、戻ってくると思うけどちょっと時間がかかりそうな気がするな。そうですね、もしかするとオールスター明けとか、まあ、そういう風になるかもしれないですもんね。さあヤクルトです。まずピッチャー、いやピッチャーは奥川、うん、いやだから奥川が本当に投げれるようになってくると、はい、やっぱそれはもう柱になってくれるしさ、うん、あと800何日ぶりに投げた、はい、それだけど無四球なんだよね。素晴らしい。だから無駄なことしないんだよ、うん、やっぱ勝てるピッチャーって、うん、で奥川を見てると勝ち負けっていうより負けないピッチャーだって俺は思ってるから、はい、だから無駄なことしないし、うん、この奥川がこう柱で回ってくれるとヤクルトチャンスあるなとは思うんだけど、はい、だけどこれがまたまだ10日空けるために抹消されるとか、うん、1回投げるために抹消されて何日間か置くとか、はい、いう風になるとやっぱ足取りは重いな。そうですね、はい、野手はどうでしょうか。野手はね山田、あ鉄と最近でもなんかこう良くなってるでしょ、はい、だから山田がいいといいんだよ。でも悪いとなんか全体的に打っても点にならない感じがする。だポイントは山田なんだ多分あそこは。ここに来て調子上げてきたっていうのはそのやっぱりこう暖かくなったりとか、まあまあちょっと体は良くなってきたのかなっていうような感じがする。うーん、まだまだセカンドのね動きという意味では物足りない部分があるけども、はい、まあ打つことに関してはさ、うん、なんかすごくしぶとくもなってきたし、はい、でなんかドラマを起こす時があるし、はい、うん、いやだから良くなってきたなとは思ってたけどね、うん、まあだからそのポイントを握るのは、まあ、鉄とかなっていうふうには思ってるけどね、うん、さあセリーグの最後は中日です。中日はもう仮捨てだよ何が待ってずっとピッチャーから言ってきたのがもうやっぱねそうですよね。いやいや最初広島小園から言って、あそうかそうかそうか、いやいやそれは仮捨てだよ、うん、絶好調ですよ。いや絶好調ってあのぐらいの実力なんだって、うん、あれが彼がの、うん、ね、だから俺は仮捨てがポイントに握ってる。しかも打順としては一番で行って一番もう何にも考えさせなくてもいいからお前の自由な野球やってこいって、うん、いやそれでいいよ、はい、お前に任したって一番は、うん、見たければボールを見ていってもいい、振りたければ思い切って振ってこいって、はい、お前が考える一番を演じてこい、それでいいと、うん、ということはやっぱりあの首脳陣はカリステ選手をスタメンでもう毎回出すってことがキーになってくるってことですよね。俺はね、うん、俺はそのぐらいやっぱ彼の能力を信じたいよね。そうです、彼を信じたい。確かにある日の試合はねカリステ選手の1本のホームランで 1-0 で勝ったってありましたからね先日。だから3番とかね、うん、もうそんなことやらなくて1番、うん、一番打席が待ってくる。そうそうそうっていうことですね。俺彼しか可能性をあんま感じないんだよね中日いやいやなんかねその魅力という意味では、うん、はい、なんかすごいやっぱ魅力の詰まった選手だし、うん、下位からチャンスが回ってくることを期待してるんだけども、うんうんうん、まあだけど彼の能力っていうのは俺はちょっと信じてる部分がある。ポジションもね、あ今日センター守るんだとか。いやだからポジションもしっかり与えた方がいいんだけどね、もうね。本来はそうですよね。そんなね、何でもいい、器用な選手はいないから。内野やったり外野やったりね。そうですよね。じゃあキーはまず野手はカリステ選手。
中日はピッチャーどうですか、金は。ピッチャーは柳だな。柳投手か。ちょっとそうですね、今シーズン。ちょっと神経質な部分があるね、彼は。神経質。まあ確かに自分の力をよく知ってるというかさ、間違えるとやられるっていう、そういう神経質さから、ちょっと球数が多くなってみたいだとか、まあ、立ち上がりにすごいボールが必要だったりだとかいろいろするけど、もう少しスッスッと投げれると俺は勝てると思うけどね。なんかリズムが悪くなるんだよね。だから、まあ、柳がやっぱ勝たないと、やっぱ浮上はないよね。じゃあ柳投手にかかってる部分もあるんですね、と思うよ。はい。さあ続いてパリーグです。パリーグの現在の順位は、まあ、ソフトバンクが今独走中ということで、で日本ハム、ロッテ、楽天、オリックス、西武という順になっています。まずはソフトバンクからいきましょうか。はい、浮上というかもうちょっとダントツで抜けてるんですが、まあピッチャーのポイントっつってもさ、まあ、オスナぐらいだよね。あ、なんか不安だったのは、ね、はい、まあ、先発は打たれたり打たれなかったりとか、まあ、いろいろ、まあ、そういうことはあるにしても抑えはそういうことがあっちゃ困るから、はい、まあ、これからやっぱオスナがピシャッとこう締めていけるかどうか、まあ、そこだと思うしね、はい、まあ、そこで1回ぐらい失敗したところでビクともしないしな、まあ、そう成績的には多分そうですよね。もう9ゲーム以上離れてるわけでしょ。そう、現在 9.5 ですね。そうだよ、はい、そしたらもう何も言うことはないえ、特にそうですよね。野手も特に言うことはないですか。まあそうだね、まあ、まあ山川だな、そうですね、まあ、山川がバーッと春先行ったんだけど、やっぱここのとこ止まってるとか、はい、そういうことからするとまあかったるいけど、他が打つからな。まあ、栗原選手、こんちゃんなどを打ちますもんね。また広瀬っていうのがそう出てきて、もうすぐ打ってるしな、2号で、あの笹川選手も出てきましたし、はい、まあ、そんなにはいいんじゃないのもうここ、このチームに関しては特にもうないですね、確かそう。さあそして日本ハムです、はい、キーマンとなる野手、ピッチャー、まあ、ピッチャー加藤だな。加藤と先発の、まあ、加藤に勝ち星がなかなかうまい具合についてこないという、勝ち星も拾ってるけども、なかなかこういいピッチングをしたりとかしてても勝ちを拾えてないというね、彼は生涯まだ10勝したことないんだよね、加藤加藤って言われる割には。そうなんですか、うん、いやだからあの打線でやっぱ10勝はしてほしいなと思うから、ここからやっぱこう勝ち星をね上げてってほしいなと思う、はい、で野手はタミヤかな。一瞬水谷選手の名前出るの。いや水谷は俺やると思ってる、うん、あ、だからこのままやるし、なかなかスランプは来ない、はい、万波がちょっとスランプはあるかもわからないけど、ね、水谷はない。あ、そっか、まあ、なぜかというと水谷はあんまり深く考えない違う違う違う、シンプル、物事を考えないっていうんじゃなくて、うん、もうシンプルで自分を信じてやってるから、はい、打てるという、うんうん、いやだからそんなにスランプもないだろうなって、で万波はどちらかというと多少考える方、うん、自分の素質を疑ったりだとかさ、大丈夫かなって疑う部分があって、はい、だからまあそこら辺でのスランプは来るかなっていうふうには思うけど、うん、でもちょっとタミヤだな。それはどうして。これはやっぱり前半戦首位打者に立ったりだとか、ちょっと下がれた部分があるよね、はい、だからここら辺がちょっと邪魔してるかなっていう、交流戦後、はい、ちょっとバッティングが少し違うぞみたいな、お前のバッティングじゃないぞみたいな、ちょっと疲れもあるんだろうけど、はい、まあ、だからここら辺がやっぱ若さゆえにどっち方向に行くのか、良くなるのか、ちょっと考え込んで落ちていくのか、はい、こう狭間にいるなっていう、だからまあここら辺を乗り切ってほしいなとは思うけど、ね、そうですね、まあ、あのシーズンこうやって通して出るのって今年が初めてな、もちろん、まあ、まあそうだね、まあ、それとやっぱこれだけ注目されたっていうこともないだろうし、はい、いやだからまあ疲れはあると思う。打って守ってもね、キャッチャーとしてなのでリード部分だったりとかも、これからじゃあその疲れだったり迷いっていうのがどういう向きに向いていくかっていうことですね、はい、さあロッテです。まあ、ロッテは、まあ、ピッチャーは小島だな。小島投手、はい、やっぱ小島が連打を食らい出すと止まらないという、うん、だから1イニング必ず大量失点をここのとこするというね、うん、エースがこういうことでは困るという、はい、だから浮上していくには小島の力っていうのは絶対必要だし、うん、小島がこういうような投球をしているうちは、はい、やっぱ絶対浮上はない、うんうん、だからここら辺がやっぱ一つの
まあ、ピッチャーとしてポイントを握っているかなって。そうですよね。あの5月、あの11連勝で快進撃続けてた時の5月の月間の成績見ても小島投手すごい良かった。いや、完璧だった。完璧だったんですよ。だけど、ひとたびポンと打たれ出したら止まらないというね。そうですね。まあ、ここら辺をなんとかしなきゃいかん。まあ、じゃあ気になってくるのは小島投手のピッチング。まあ、そうだ。はい。野手はどうですか？上田。あ、上田清人選手、うん、はい、サードで。これをやっぱ中村からサードを取っちゃうから、うん、ここがやっぱ面白いと思う。やっぱね、藤岡とかもよくやってるし、友杉もいるし、うん、まあ小川っていうのもいる、はい、だからここら辺の二遊間っていうのはもういいんだよ、うん、で、ファースト外がいて、はい、そしたらサードしか空いてない、うん、そしたら中村っていうのがコンバートされて全然良くならないんだよね、うん、だから安田もいる、はい、上田もいる、うん、まあ、そうなってくると打つだけのことを考えると上田かなと思うんだよね、うんうん、細かい守りのことを考えると安田かなと思う、はい、でトータル的にやってほしいのは中村だというふうに考えてると思うんだけど、はい、やっぱ中村の状態があの状態であればちょっと苦しいよね、はい、でキャッチャー佐藤がいる、センター高部がいる、うん、ね、両サイドはまあどうだってできるんだよ。だからそこら辺がちょっとバチッと決まらないと出たり入ったりするようだと困るなっていう。そのサードのポジションの人ですよね、うん、ということは上田選手がそこを取って変わるぐらいの、やっぱバッティングはねちょっと変わってきたな6月になって、うん、で1回自分で行ってファームに落ちてまだ上がってきたんだけどちょっと変わってきたなバッティング、うん、で良くなってきてるからこのまま使い続けると、はい、まあ、良くなるかなっていう風な期待感もあるし、うん、はい、上田にかけてみても面白いなって思う。そうですね。さあ楽天です。楽天な、はい、まあ、早くは良くなったな。良くなりましたね。あとはやっぱこう庄司だな。うちもある程度の目安がついて、はい、あと庄司がどちらかるかどちらからないか、うん、もう病気は大丈夫かみたいな、うんうんうん、まあ、ここら辺で投げれるようになってくると頭数がやっぱ少ないからね楽天も。だからここら辺で庄司がこうピシッと投げてくれるようになってくると、はい、交流戦の勢いを保てるかなって。うん、まあ、小蛇って言いたかったけど、まあ、ルーキーだからな。そうですね、まだ、うん、野手は浅村だな。やっぱ浅村が元気だとやっぱ警戒されるし、はい、うん、浅村が元気だとやっぱ点になるよね、はい、まあ、大久とか辰巳とか、まあ、今年は本当によくやってると思うし、うん、まあ、村林もそうだし、はい、だ本当によくやってるし太田もねよくなってきたし、うん、だからやっぱ ここでやっぱ浅村もう一踏ん張りしてよってチームを作るためにみたいな、うん、やってほしいですね。まあ、そうだな、うん、だから鈴木大地が4番打ったりとかもしたけどね、はい、まあ、だけど彼が4番打って鈴木大地が5番、うん、まあ、こういうのが理想だろうなというふうには思うけど、ね、相手バッテリーもやっぱり浅村選手はね嫌ですからね。まあそれは絶対嫌だと思う、うん、だから、まあ、浅村もちょっと頑張ってほしいな。そうですね。じゃあキーマンは浅村選手と野手はオリックスです。オリックスは宮城出てくるよ。宮城来ました。でも宮城はやるとしても山下俊平だ、うん、これもやるな完璧だもんなこの前も。でもちょっと戦列から離れた宮城、はい、まあ、ここから巻き返してほしいよな。そうです、ね、で最初に春先にいた時よりもはるかに点を取れるような打線になってるから、うん、少しは楽できるかなっていう、うんうんうん、思うかな、まあ、宮城かな。宮城投手、はい、野手は野手は西川。お、西川龍馬選手、はい、交流戦はセリーグのピッチャーで、うん、やっぱかつて知ったる中でね、うん、打ちやすかったと思うけども、ここからまたパリーグに戻り、西川が打ったらやっぱ楽だよ。そうです、ね、オリックスの打線は、はい、それとみんな戻ってきてるから。そうなんですよね。森も戻ってきてるし、はい、1番茶野、はい、太田が3番、はい、で森が2番に入る時あるけど、うん、この3枚に4番西川、うん、で下の方には杉本戻ってきているし、はい、で紅林が来る。ほら打線はね本当に良くなってきてるから、うん、その中でやっぱり西川が打つと打たないのでは全然違うということで。確かに交流戦で一気に行ったのはやっぱ西川龍馬選手の状態とともに一緒に。いやもう西川効かない日がなかった、ね、本当ですよね。そのぐらいコッパにしたからね。確かに。で交流戦前まではやっぱり西川龍馬選手が調子上がってこないって言われてましたもんね。だからこの交流戦の状態を持続できるかどうかね、うん、まあ、ここがやっぱ一つのポイントかなって思う。そうですね。さあ12チーム最後になりましたけれども、西武です。なかなかね今厳しいチーム状況だと思うんですけれども、キーマン
もうなんだ、うん、いやそうなんだ、チーム全体がになってしまう、ね、やっぱりね、高橋コーナーだよ、勝たなきゃいけない、そうですね、うん、やっぱりエースだもん、はい、でも勝てる雰囲気はないな今ちょっとそうなんです、だって抑えても点取らないです、そうなんですよ、そうなんです、0点抑えようと思って力むと点にしちゃうしな、失点しちゃうしっていう、だからまあ高橋コーナーやっぱりエースっていうのがここに来てね、うん、しっかりしなきゃいけないとは思うけどもね、うん、まあだけどなかなか難しいだろうなとは思うよ、ですね、そして野手もなかなか一人キーマンっていうか上げるの難しい、野手はねやっぱ後輩可愛いな子が、そっかそっか、もう悩んでると思うよ、うん、こんなに負けたことも人生の中であんまりないと思う、子が頑張れもういやいや本当にもうね雰囲気に飲まれるの、うん、ね、自分がリーダーだと思って、はい、他にねリーダー張れるやつがいるかって言ったら俺張れないと思うよもう、うん、今の状況じゃ、うん、もうそれだったら古賀がね、はい、もうあそこはバッテリーのチームだから、はい、だからもう本当に引っ張るように古賀が頑張れって思うよ、うん、応援したいよ、キーマンっていうより頑張ってほしい、応援したいっていう、いやそうだね、うん、まあキーマンにもなってほしいし、うんうん、だからまあここは頑張ると、うん、手こたれんのと、そうですね、うん、言ってあげたいですよね、いや本当だよ、ね、いや本当本当、だからまあ源田とかまあいろいろあげたいんだけどさ、源田にもその力はなくなったのかなっていうようなことも思うし、うん、はい、もうここはやっぱもう若手でね、そうですね、もう頑張れと、うん、ということで、まあ、小川かな、はい、セ・リーグ、パ・リーグ12チームのそれぞれバッター、いやあのピッチャーのキーマン挙げていただきましたけれども、はい、まあ本当にあっという間にね前半戦もそろそろ終了と、早い、まあなあ、うん、早いか、なんかあっという間でしたね、そうか、うん、俺3連戦の振り返りしてるとさ相当な長い疲労度があるんだよ、そりゃね、うん、3日間で18試合を網羅しなきゃいけない、はい、見てないところはもうハイライトを見てでもちょっとでも掴まなきゃいけない、うん、もちろんそうですよね、もちろん見てる試合の方が多いんだけども、はい、大変なのじゃあ交流戦あのブレイクはそれでさ話が薄いとか言われてるここのチームはね、もうそこだるよみたいな、やってるの豊さんしかいないですからねこれ、そうですよ、だからあの交流戦ブレイクのあの数日間は天国でした、楽だったラボだと思ってました、そうよいやそれはもう大変なんだよ、そうですよね、でもまあ本当に見てない時はね、うん、見てないって言うけど、うんうんうん、まあこれは正直にね、そうですね、だけどその中でもハイライト見ながらどういうことが起きたんだとか、はい、でもこれとんでもないことが起きてんだと思ったらちょっと、ま、巻き戻して、うんうん、でちょっと見てみたりだとかするけどね、はい、まあそれでも薄いっていうやつは言っとけよもう心の声が思わず出ちゃいましたけれどもね、いやでもね選手の皆さんもやっぱり前半戦そろそろ終わるということでね疲れもきてたりとか、まあ、そうだね、うん、あると思うんですけれども、今挙げたねキーマンとなる選手たちが、まあただね今年はね、うん、どのチームにもまだまだチャンスが残されてるということを考えると、はい、うん、もう本当に疲れたとか言ってる場合じゃないよな、うん、そうですね、もうここチャンスだからさ、そう頑張ってほしいよな、そうですね、はい、